晴れたのでね。主婦じゃん。一人暮らしは主婦みたいなもんよ。更新したら晴れた。晴れた、晴れてるよ。なんか最近ずっとなんか更新、あ、配信ボタンが押せないとか、ショールーム自体がめっちゃ遅い。なんでだ。みんなこんにちは。こんにちは、ありがたこちゃん。こんにちは、こんにちは、どちゃん。我が家も主婦欲しいわ。主婦でしょ、ゆうさんが。こまみちゃんすごいくつろいでる。今日は掃除機もかけた。やることいっぱい。ああ、BR1922 さん、初タコだよ。BR さん、ありがたこちゅん。BR さん、ありがたこちゅん。のんちゃん、のんちゃんどうした、のんちゃんどうした、裏山とやろうとしたの。初タコ嬉しいね。初めての入荷先だよ。ありがたこちゅー。いや、ありがたこちゅー。え、のんちゃんかわいい。そのミスめっちゃかわいいじゃん、のんたん。のんたんかっちんね。あら、アイボンありがたこちゅー。アイボンありがたこちゅー。アイボン、アイボンありがたこちゅーだよ。じゃなちゅうじゃなかった。 BR さん、メインボスターいっぱいありがとう。ありがとう、こっちゅうだよ。のんちゃんかわいい。のんちゃんマジかわいいんだけど。のんちゃんかわいいね、今日も。こんにちはのちゅうってなんやねん。こんにちはのちゅう。昨日さ、でもさ、電車に乗ってたわけ、稽古行くときにね。もうめちゃくちゃさ、え、電車でそんなくっつくっていうぐらいさ、めちゃくちゃくっついてる人が目の前に座っててさ、ずっと見てたよね、私。あのドラマを見るように見てた。ぶっちゃかりになっちゃう。あ、ゆうさんありがたこちゅ。ゆうさん、昼下がりのちゅ。そういうの見ちゃうよね、わかる。え、いやだってさ、目の前でさ、みたいな。もう一人でずっと突っ込んでて、うそ、電車だ。そんなくっつく意味って何って。あ、のんちゃん、バイトなの？頑張って。その時、動画をカピライトそう。いや、マジもうね、本当に。逆に普通に冷静見てた。おーおーおおおおお。嫌な言い方言われた。
バイト頑張って、バイト ねえ、改札の前、改札の前のカップルめっちゃおもろいよね。わかるわかる、私一回戻って立ち止まって、なんか柱のところ携帯いじって、あの路線調べてるふりしてみるもん。ポッチンありがたこちゅー、ポッチンありがたこちゅー、就職マジでどうしよう。わかる、改札前わかるわかる、いや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 、本当にそんな合わんのかみたいな、そんな悲しいんかみたいななんでみたいな、なんかどうすんのかなみたいな、気になるじゃん、味方がもうプロ、カメラとか探してない。いやいやいや、 JR の改札とか地下鉄の改札でそれするみたいな、新幹線のホームならなんかいいのかもしれない。逆にさ、でもさ、新幹線のホームとかって見たことなくない？入れないのか、チケットないと。本当にそんな会いたいんかは笑う。最初はよく見、ああなるほどね、立ち止まらなくてもなんか、いやいや私戻るよ一回戻る、ああちょっと待って、見つけたって。戻ってみちゃうな私。あ、エンタさん、チャキちゃんありがとう、メカガエルさんありがたこちゅー、メカガエルありがたこちゅー、マジ見つけたって心の中で言ってグリーンと戻る。あと喧嘩中のカップルね、めっちゃ見る。めっちゃ見ちゃう、喧嘩中。握手会の時手を離さない金沢ゆきも同じじゃん。確か。あら、深夜さん起きたのね。さっき朝はまだ寝てるからって言われてたけど、深夜さんが起床しました。深夜様のおなーり、深夜さんありがたこちゅ、深夜ありがたこちゅ。喧嘩中のゆきたんとコムタン 見ちゃう。コムタンとはね、一日一回は喧嘩してるかな。この前噛まれた時はね、一番喧嘩、なんかさ、そのさ、アンパンマンのさ、サビを貼ってたじゃん。なんかさ、たまたまそういう時に限ってさ、あの舞台同じ人たちと写真撮ってさ、右手でピースしちゃって全部に絆創膏っていうの貼ったって見えてて恥ずかしかった。そんなびっくりするニュースなのか。大名だ、星投げるよ、ありがとう。コキンちゃん、そうマジ恥ずかしかった、アンパンマンかいみたいなね。料理で怪我したって思ってるかな、みんな。私マジで高校生だと思ってた人もない。でもなんか私より年下の人多そうだな、意外と。私28歳って、知られてるかな、どう思う？
え、何もね、怪我した理由聞かれてない。2周目集めてくる。あ、でもね、今終わっちゃうから次の時に投げて。私は今から舞台集中をして、で夜また配信するからね。6時9時で、え、やばい、あと2回だって配信。時止まってるでしょ。22くらいかと思った。やった、次は18時です。で今からはチェキチェタイムです。ぜひこんなさなかですが、頑張ってるゆきちゃんに会いに二人きりの時間をください。どうぞよろしくお願いします。では15分まだ経ってない？経ったかな。まだ分かりますのよ。まだか、危ない。チェキチャちょっと遅れちゃう、ごめんね。あ、桃太かありがたこちゅー。桃太かありがたこちゅー。そして十四郎もありがたこちゅー。あ、ランキングを読もう。13位コニタンありがとう。12位リツロードさんありがとう。11位同時にマムテクさんありがとう。10位サンキチありがとう。9位ゆでるかなありがとう。8位コウキさんありがとう。7位お刺身ストリートさんありがとう。6位ニャミンありがとう。5位は、ルナピピありがとう。4位深夜さん、うわぁ深夜さんありがとう。3位メカガエルさんありがとう。2位ユウさんありがとう。そして1位は BR さんです、ありがとう、ありがとうね。81ありがとう。翔也さんありがとう。ぜひぜひ、何度もすいませんが、チェキちゃんの方も来てくれると嬉しいです二人きりでぜひお話ししましょう。ぜひぜひお待ちしておりんす。バイ、グッバイ、やっぱさよならしよう、気にしないまま、グッバイ、あなたが思うほど純な世界、あややさんです。私はありがたこちゅう、私はありがたこちゅう。なんか楽しい。え、もうあと2回だってよ、配信。やばくない？やばいよね。ねえ、寂しい。いや、また配信はするんだけどね。みんな、みんな聞いて。深夜さんがチェキチャを予約をしました。やばい。説教かな？珍しいこともあるもんだ。今から台風が来るかもしれない。おねえ、いじりすぎだ、はったをしてやるぞっていう説教かもしれん。もしくは俺の言うに何しとんねん俺って。いや違う、ユウさんに隠れて不倫しようとしてるんだ今から楽しみ。
ゆうきちゃん今からしんやさんと不倫してくる。あ、15分経ちましたね。カジュアルな不倫だ。15分、15分経った。ちょっとチャキチャ組を待たしてしまっているので、この辺で切りたいと思います。次は18時、そしてその後は29時でもうラストになります。ラスト2回、楽しんでいくぞ。ちょっと買い物行ってくるのノリで不倫、悪い女やで。2分で足りるかなよし、チャキチャ組全員ここにいる、そっち確かに。ではでは行ってきますね。ありがとう、まだわかるので来てください。じゃあね、バーイ。